カニザ55番星 D は太陽に似た恒星カニザ55番星 A の周囲を長い軌道周期で公転している太陽系外惑星である木星から太陽までの距離と同じくらいの軌道半径を持ち惑星系の中で5番目で最も遠い惑星である2002年6月13日に発見された他の大多数の基地の太陽系外惑星と同様に カニザ55番星 D は、主星のスペクトルのドップラー効果による、視線速度の変化から検出された。発見時、カニザ55番星 A は、すでに一つの惑星を持つことは知られていたが、この惑星の影響を取り除いても、視線速度の変化にはまだ説明のつかないブレがあった。2002年、さらなる観測によって、主星から約 5AU の軌道に長い周期の惑星が、 存在することが明らかになった。同じ測定で、さらに内側の惑星カニザ55番星 C も発見された。カニザ55番星 D の軌道は、木星の軌道5.2天文単位よりも外側にある。カニザ55番星 D の発見時、まだ軌道要素は確定されていなかったが、太陽系の木星のように、軌道離心率は小さいと考えられていた。 さらにデータが集まると、明王星を含む太陽系のあらゆる天体よりも軌道離心率は大きいとすると、データを最もうまく説明できるとされた。しかし2008年、この惑星の完全な軌道が観測されると、この惑星は、主星から 5.77au の離心率の小さい円軌道を14年かけて、好転していることが明らかとなった。 視線速度法の限界から、この惑星は、加減質量のみが得られている。カニザ55番星 d の場合、その加減は、約3.835木星質量である。2004年、ハッブル中望遠鏡のファインガイダンスセンサーズを、用いた、一天文学的な観測により、惑星の軌道は、約53度傾斜していることが示唆された。これが正しければ、 惑星の真の質量は、加減質量より25%、大きい約4.8木星質量になる。惑星の質量が大きいことから、この惑星は、個体の表面を持たない木星型惑星であると考えられる。この惑星は直接観測されていないため、半径や素性温度等はモデルから間接的に予測されている。蘇生は、木星と、 類似していると推測され、惑星の大気は化学平衡の状態に近く、水の雲の層に取り囲まれていると予測されている。また、惑星の内部の熱により、木星で見られるようなアンモニアの雲ができるほどの温度が維持されていると考えられる。表面重力は半径が木星より小さいと考えられるため、木星の4倍程度か地球の10倍程度であると。 推測されている。ありがとうございます。